皆さんどうもよろしくお願いします。DK です。ということで今日もポケットモンスターレッツゴーピカチュウやっていこう。9回目、まあ初手今回はゼネガメねもらうところからやっていきたいと思います。あなたがこれまで捕まえたポケモンの数は60なんだ。あなた腕のいいトレーナーね、この役からゼネガメ引き取ってくれない？我が大事に育ててください。任された任された水面から水を噴射して餌を取る。危なくなると甲羅に手足を引っ込めて身を守る。まあゼニガメね、まあちょっと気になるんで性格とあと個体値ら辺にちょっと見ていっていきたいかなと思います。なのでバッグからちょっとボックスを開けてとで、こいつゼニガメね、様子見ましょう。まあ前回か前々回かジャッジ機能ねやったんで、見ながら、素直でね、素直でこれね。まあ、ここはなんか、個体値の方は、こいつの場合は、固定みたいな感じがしますね。似たようなものでね、似たようなものをね、EV 版でも見たんすよ。なのでね、まあ、今回もやっていきましょう。とは言っても、と、こいつでガーリー、やったっけ、ガーリー、子犬が、こう、ガーリーね、5匹捕まえてくる。でね、ちょっとね、あれもう捕まえてなかったっけもしかして、あれあ博士に送ってたわってな。そういうことがね、あったんですよね。配信外でね、やってしまって、ちょっとすいません。次回までには、できるようにはしておきたいと思います。もう見たっていう。では手持ちに加えておきましょう。進化させていくとね、特殊型で技マシンのデパートになりますから。マジ、ほんま、すごいよ。悪の波動やろ？まあ、で、これはデパートではないやけど、ラスカノやろ？で、レイビーやろ？あと、波動系のね、技マシンいけるし、だいぶね、特殊型で活躍できる、ポケモンの一種ですね。今回はね、まあ151匹だけなんで、おぉ、3ターンの子でけえな。ほんと。まあ、波動ポケモンのルカリオとかはね、いないんですけど。で、まあ前回ね、ちょっとね、入ってきてるんですよね。ライバルの、あの感じないんですけど、なんで入ったかっていうと、ちょっとね、配信がとある出来事が起こりまして、それで急遽ねやめるはめになっちゃったんで、こういう風になっております。ちょっとねそこら辺今後はないと思うんで、今回まででねご了承ください。ヤドン繰り出してきた？いやピカチュウ、ね、まあ10万ボルかパチパチアクセル、ね、パチアクでいきましょうかね。ちょっとね一発やろ、90やし先生やし強すぎやろパチアクね。アクタイプの技じゃないからねパチアクとはパチアクセル、パチパチアクセルからパチアクって感じ略したんやけど。おモンスターボール3個手に入れていくま今回はね、まあ、これがあるからライブダクになるで、まあ金策の方法もねいろんな実況者がやってるんでやりませんけど本当にね、まあ支店の集会とか、まあ、そこら辺が有名ですよね。あと花田の洞窟の中とかね、アイテムいっぱいあるね。こういう元気な子の、俺は好きだぜ。好きか。ちょっとロリコンの系あるな。お前、タカトシ。タカ&トシかやねん。違うな。コイル。ビビビ。ガチュン。いいね。二度蹴りでまあ一発でしょう。一発っていうのは二度蹴りやから、二回やって一発。それね、ちゃんと分かってみてくださいね。
二度蹴りっていう技を PP1 消費することで2回できるんで、要は60ですね。うん、1回が30度。ほんま結構序盤にせよ結構いい技なんですよね、二度蹴りっていうのは。なので初代の方でもね、よくまあ前も言ったかなと思うんですけど、やってました。二度らのオスがね、とかミスが覚えたんで、お、なんでもなおし、拾っていくと、お、回復ポケットにて、入ったよ。PBA だ。これね、使いどころをね、見極めていかないとダメなんですけど、四天王戦でね、ちょっと使ってみようかなと。覚えてたらね、うん。覚えてなさそうな気はするけどね。そこまで言ってると思う。船乗り立ってポケモンぐらい持ってるぜ。当てる前やもんな。ポケットモンスターの世界へようこそなんだ。達郎。船乗りの達郎がね、勝負仕掛けてきたと。ぐーん。ほんとね、コダックってね、面白いですよね。ぐーんってか言ってるし。でね、霞のコダックとかはね、溺れるっていう。水タイプやもん。忘れてるっていう、その、水をかく方法をね。どんだけ忘れとんねん。忘れようじに忘れさされたんだよね。そういうことをね、まあちょっとは挟んでいくね、ことにしよう、これからは。不思議そうね。不思議そうの、あ、ニョロも、かわいいね。なんかね、高速になってね、ちょっとね、罪悪感がね、覚えるようになったんですよね。倒すとき。可愛いポケモンの場合はね、いかついポケモンとかそういうやつで、そういう強そうなポケモンとかは倒したら、やってやったぜってなるんですけど、可愛いポケモンの場合はね、ならないんですよね、逆に。って、なんで出ていった？今なんかアイテムなかったっけ？見えてないかな？もしかして。ね。こいつが、釣りだ。釣り人ね、今回釣り竿ないんでね、最初知った時マジでショック受けたわ。ガリカチュー、どっさっきーん、どっさっきーん、どっさっきーんってことでね、2匹持っとんかいしか。まあ立ち役、まあ先生技やし、相手は悪事あったとしても、悪魔事やったのことね、あったとしても先に先生できるから、素早くさが高い方がね、だから得ではある。このパチッとパチッとアクセルは。タッツーか！マジか！まあ、ラッタで行くか。いろんなポケモンも使っていかんとね。ほんとね。ちょっと、声裏返ってもらったけど一瞬ね。ちょっとすいません。今のは。タッツーもね、結構、好きな部類に入るポケモンなんですよね。進化するのはシードでしょ？初代だと。まあ、その先の進化系もあるんですけど、キングドラっていうね、竜の鱗やったっけを持たせて、通信交換すると、進化するポケモンなんですけど、まあ、今作は出てないんでね。まあ、いいっすけど。キングドラにね、めっちゃほんまに、コネパンにされた記憶があるんで、渡るやったっけな、誰かが持っとってんよ。いぶきやったかな、浄土地方の。水ドラゴンやもん、あれ。キクロンドラゴンタイプだけやよ、その当時。今はね、フェアリータイプとか、追加されてますから、だいぶね、やりやすくなりましたけど、初代最強やろ。だって効果抜群の技、ドラゴンと、ドラゴンぐらいしかないんよ。ほんまに。電気タイプも普通やし、水やのに。やめてってなと思う。ってことでまあ、ポッポ、ここ行こう。カチューン、ファックン、ハト胸かやな。姉さんの肩を叩いた瞬間に、クラックン、言うのか。まあ、10万、マンボールでいけると思ったんやけど、電光石火来たね。うん。ちょっと、予期せんかった。
で、今ね、リザード、ちょっと、先週した。なぜか知らん。で、まあ、リザードになって、これで、まあ、勝てると。あ、可愛らしいね。大人のお姉さん。色気もむんですよね、ほんとね。中学生ぐらいがやるとなんかものすごくムンムンしそうな感じですけどね、今作のポケモンのゲームはなんかちょっと本当にね、とあるところではね、意味深なこと言ってるやつおるし、マンキーか、マンキーね、こうピカチュウバージョンじゃないと出ないですよね。なのでね、本当に重宝するよ、このマンキーは。まあ、捕まえてはないんやけどね。捕まえているんかな、捕まえているんだけど、他に活躍させないポケモンがおるから、マンキーは連れていかんっていう。レギュラーには入れんっていうね。怒り猿にするとね、空手チョップに、プラス、パンチ系の技全部覚えるんで、それを覚えさせたら、とりあえずは、やりやすいけど、お来た、ハンサムか、変装してるか、ハンサムハンサムまあ、初めて聞いた方もおるとは思いますけどね。初代しかやってない人ならね。そのハンサムっていうのは、ポケモンのルビーサファイアで初めて出てきた人なんですけど、キャラなんですけど、国際警察でね、いるんですよ。そういうキャラが。で、サンムーンの方でもね、ウルトラサンムーンの方で結構、面白い展開になってましたね。やってない方のために言っておくと、まあ、記憶喪失になってるっていう。知らん方は、まあ、そういうね、動画とかも他にいろいろあるんで、他の実況者がやってるんでね、ぜひそちらの方見てください。俺は今後スイッチで、スイッチだけでやっていくんでね。いっかぁ、看板に来ないかな。ピカチュウはシャイデール。ミリッチュウは船の先を見たいようだ。あーっと、行こう思ったら、おやった、乗ってていい、船吉ねえか、お前が言うな。お前が言うな。サンジよ、ワンピースか。中根、ありがとうございましたってやつ。この子は一生忘れませんってワンピースネタ引っ張るなっていいか、パワーパワー、なんかね、パワー出てきたらこう言いたくない、いつも。で、ゼニガメがレベル上がって、あ、進化来るね、これきっとね。万力出してくるバタフリーね、これね、簡単ね、バタフリー案件ね、ほんとね、バタフリーで、そして行かせて、で、虫飛行やからものすごく相手の攻撃は弱くなるし、こちらの攻撃は最近構成持っとるから強くなる。まあ一発で落ちたから問題なかったけどな、空手チョップしてくるかなと思ったな、やってもうたってこんな顔じゃないもんな、サンジな、もっとイケメンやわ、ごめん。ゼニガメ、カメールに進化するよー、わらわら。カメールに進化した、こいつね、ドロポンも覚えるし、まあそういう技マシンもね、結構覚えるんでね、使いやすいんですよね、特殊型にしたらね。ガンと頭を叩かれるとき、こちらに引っ込んで避ける。なんか、ピコピコハンマーとかでなんか叩かれたんだな。マジでそれ思った、俺。図鑑読んでて。勝つや、タッチか。って言いたくなる。アニメあるんでね、タッチ。見たか、全然俺あんまり知らないけど、内容とかは。そういうのはあるってことを聞きました。まあ、ニョロモはアクアジェットだとあんまり覚えないイメージがあるんだけど、覚えるから、知らないけど。
なので、まあ、10番ボルトで行きましたね、今のね。モンスターボール3個手に入れたよ。よ。なんかアイテムあんのかと思って見に行ったんですけど、なかったですね。ピカチュウ！ピカチュウ！ピカチュウ！おぉ！かわいいね。ドラゴンとピカチュウはどこまでも続く海を、果てしなく続く海を見つめていたって。ピカチュウ嬉しいのか、それで。何が嬉しいのか俺には全くわからん。全くデッキ、え？デッキ？あ、掃除はしんどいぜってか。まあ、いろんなね、海の方からやってくる鳥とかの糞とかも落ちてそうやしね。そこかいって。スカジを旅してもらうと、飛び級大きくてワンマルだポケモンだ。これカビゴンですね。初代ではね、ここにね、カビゴンの絵面が表示されるんですよ。お、来ましたね。俺が釣った魚を見ろ、それポケモンを見ろやね。魚を見ろじゃねえ、魚じゃねえ。で、そこでコイキング一匹だけかーい。お前、ボロの釣り竿やろ、それ。マジでかも思うんだ。じゃあ、マンボロでも、落としましょう。もうこいつ進化してもね、ピカチュウには勝てなしなんで、絶対。水引こうで、さらに等倍で、等倍というかめっちゃ、倍倍になって4倍ぐらいになるからね。本当に、カモでしかない。ピカチュウ版ではギャラドス。まあ、EV 版ではね、ちょっとね、苦戦ちょっとしたり、もうしましたけど、さすがに、大丈夫ですね。で、ソイキなら達人の5つ探りで、いけるってことか。ね。まあ、今回はそれや、見たことあるよ。ラプラス。ラプラスでしょうね。うん。霞の歌でもありますもんね。ラプラスに乗ってて言うね。若者との勝負は、楽しみである。そっか。ケーキ盛んになれんやろな。なれかんじゃポリータね。ポリータね。これね、濡れるポケモンなんですよね、今作ね、うん。自転車とかね、ない代わりにそこら辺があるっていうのが、今作のいいところではあるかな。ボールから出すと、濡れるポケモンと濡られるポケモンいるんですよね。濡れるポケモンで、リザードンとカイリュウ。それはね、空飛びるんでね、だいぶ楽にね、トレーナーすっ飛ばしていきます。そういうのが、トレーナー戦がめんどくさい方はね、リザードンとか、カイルとか、あとプテラもそうなんで、そこら辺をね、手持ちに入れることをお勧めします。君は強いポケモンと珍しいポケモン、どっちに価値を感じるかね。いや、珍しいポケモンの方ですね。大家はね。だから、色使いとか好きですしね。現にね、ちょっとコラッタとアーボかな、今、捕まえてるの。いるんだよね。なので、まあ、いい感じになる、なってるとは思うよ。うん。カメールね。やっぱこいつやんね。てか、砂かきやめ。砂かきやめ、いろんな。命中率下げられるとね、こっちには、あましか覚えてへんのかい。しかも当たらんやら一回。やめろ、砂かき積むな。お前、害悪か。ポッポとかね、サントとかね、砂掛け覚えるやつってね、ほんと、それを持ってるやつってね、陰キャやるな。うん、そんな感じする。まあ、そういう戦法もね、有名ですからね。うん。初代の時にポッポで砂掛けで積んで、なんか、御三家で行ってるね、そういう、動画とかもアップロードされてますけど、うん、縛り実況の方で言うとそうなるんですよね。うん、縛ってないからそういうのするせいでも問題はないわけ。
やっぱポケモン縛るものではないと思ってるんでね、俺の中で。他のなんかダークソウルとか、ブラッドボーンなら、なると思うんですけどね。うん。ということで、金の玉拾っていくと。金の玉、誰のかな誰の金の玉かなあ、こいつは、あ、違うのね。セクチクゴーパーク行ったことあるかね。ゴーパークね。まだね、送ってないんですよ。メルタン早く捕まえたいなって思う。ハガレタイプね、貴重で、貴重なんでね。この、150。3匹かな自分の中で。鋼タイプ入ってんのね。あと、レアコイルぐらいやもんね。確か。まあ、そこら、まあ、コイルもやけど。ね。だから、鋼タイプってあんまり見ないんですよね。だからね、この作。ドラゴンこっちへ。TK ドラゴン。ドラゴン TK。俺か俺かな船長さん、秘術って技を教えてくれる名人だったぞ。船酔いでぐったりしてたけどな。ウルフレットとか、俺見てやろうか。何その上から、目線。ポケモントレーナーの TK が勝負を仕掛けてきた。あれ、俺かないや、違う違う、ね。ビジョンね。あ、呼ば。呼ぶわ。行ってこい、ビリッチュー。君に決めた。パチパチアクセルで。すぐ落ちるでしょ。さすがに。効果抜群やし。ノモリコなんで。この作はほんまにハグレタイプ少ないなって感じましたね。やってて、ほんまに。イーブイ。ウェイ出てくるんやろ。まあ、ビリッチュ、まあ、でもよかったんですけど、まあ、そのまま行きますわ。うん。ちょっと、迷った。うん、どうしようかな。で、二度蹴り行こう。二度蹴りが優秀やから。パチパチアクセルしてたらどうなってたんやろ。って今思ってしまった。電光石火拾ったからな。で、ビリッチュ。レベルは上がらんな、やっぱ。まだまだな。謎のクッサ。なーちゃなーちゃ。リザードで行こう。進化しとるからね。キノコ、最強やから。謎の草とか草タイプ、虫タイプにはね、草虫、あと剥がれ、うん、今作少ないから、そこまでデモはないけど。いいっすね、謎の草には。お、あぶれ、眠り粉やめ。危なお前。眠り粉怖いわ。眠らされてさ、なんか宿り木の種とかやられたらもう、ちょっと終わる可能性がある。そういう戦法があるから。嘘だろ嘘じゃないっすよ。嘘じゃないっすよ、TK さん。俺かな俺かなや。ウサラマンって、なんか結構強いんだな。ちゃんと船長に、技術教えてもらうんだぞ。教えてもらいに行きましょう。スリスリスリやろ。ね。おい、船で、すっかりだ。苦しい。ドラゴンは船長の、スリ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 。これね、主題とね、あの、規制の音になるんですよ。てんてんててんてんって、何々君も、手術を教えられたいのか。ピカピカ。お、ピカチュウが教えられたいのかなピカチュウが張り切っているだが、手術はね、人にしか使えないものなのだよ。緑目が出てきた、緑目ね。何々どうしても覚えてみたい世界を旅してるが、手術を使いたがる。ポケモンは初めてだ。その心意気、愛わかった。ピカチュウにとっておきの秘術を教えよう。さあ、こちらだ。お、よく見ておいてくれよ。やーばさ、やーばさって言うては前に。切れてたけど。切れてたけど言う前に。おー、すごい。本当に草切り覚えた。ピカチュウの草切り細い木も切れるぞ。試しにくちばしにある木でも切ってみたまえ。そうそう、時間だ。もうすぐ、サンタアロは、出航するよ。また、くちばに来るときは、よし、サラムってな。あんまり見ない方がいいよ、みたいな。なぜ見たし、なぜ見たし、これ。ってことで、まあ、今回は、ここら辺までですかね。まあ、出るとこまでやっていきましょうか。ね、リザード、かっこいいよね。ほんとね。リザードになったら、さらにかっこよくない。ってことで、
まあ今回はここら辺で終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。アデューアディオスグッバイサラ。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。他にもゲームタイトル五十音縛り、ツイッターの方では様々なことを企画として立ち上げてやっておりますので、フォローお願いします。あと概要欄のところにアーからオーまでのパート1の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル五十音縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。ではさらば。